ベニョーフの首相、ベニョーフは、ロシア西部のトゥーラ州東部にある都市、岡川水系のオショートル川の支流、ベニョーフか川に沿う。州都トゥーラからは東へ 52km。人口は2002年国勢調査で16,167人。1989年ソ連国勢調査では13,243人であった。神厳州道院跡地にある。 神玄聖堂と火山の生真女聖堂、ベニオフが記録に所出するのは1371年のことである。15世紀終わり頃から、ベニオフはモスクワ大公国の一部で、サカモギ戦と呼ばれるモスクワ国家南部国境の防衛戦の一部をなしていた。16世紀には南部国境を犯そうとする遊牧民族の攻撃をしばしば受けている。モスクワ国家の拡大後は、 国境の防衛都市としての役割を失い、農業と農産物の交易の町へと変わっていった。1777年に地方行政改革に伴いしとなった。1897年時点で、の人口は5167人であった。ベニオフには古い聖堂がいくつか残るが、特にベニオフか川沿いにある神厳修道院の後には、神厳聖堂と火山の生神女聖堂。 および1737年にできた精神女被護制度が残る。この修道院は18世紀後半のエカチェリーナ2世による修道院財産の世俗介護衰えて閉鎖された。ベニオフ地区の経済は農業が中心である。加えて石灰石膏山や炭鉱なども残っている。ベニオフにはいくつかの小さい工場と炭鉱しか高工業はない。 町の近くをモスクワからボロネジュを経て、ロストフナ、ドヌエへ向かう M4 幹線道路が通る。モスクワ州のオジェリエーリエカシーラとト,トゥーラ州のノボモスコフスクを結ぶ1901年開業の鉄道も通る。ありがとうございます。